はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。はい、ということで今回紹介する車はこちら、トヨタ新型ハイラックスでございます。で、この、ハイラックスもですね、先日13年ぶりに日本市場で、復活したわけなんですけど、まあハイラックス自体は、まあ世界各国で、大活躍している、わけなんですけど、まあ、日本でですとね、やはり、まあ、排ガス規制とか、そういういろいろな問題があって、まあ13年前に一度は日本市場から、姿を消したわけなんですけど、こういう、ピックアップトラックが、好きな、ファンの、方々が結構いらっしゃるので、その、方々の、ね、要望に応えて、今回復活したということになります。で、個人的にもね、この、ハイラックス、非常にね興味があります。カタログのね表紙にはですね、まあハイラックスの、まあ、テール周りがね、映っているんですけど、かなりねこの、ハイラックスの、大きさが強調されて表現されております。じゃあ、見ていきたいと思います。1ページ目開きますと強度9と、書いてありまして、まあ、フロントの、ライト周りがね強調されて映っております。で、このね、上級仕様のね、Z ですと、まあ、LED のタイプのヘッドランプと、なります。ライトのデザインもねかなり、目力が強くなっているなと思います。次のページでは、まあ、上からの、走行シーンがね紹介されておりまして、見開きをね、開きますとハイラックスを横から見た全体図が載ってます。で、そのねハイラックスの大きさが、表現されております。実物を見なくてもね、かなりね大きいピックアップトラックだなということが、わかります。次のページには、リアビューがね、紹介されております。で、このモデルはですね、トヨタの、ま、メッキの、デカールがねオプションで用意されてるんですけど、それが、貼ってあります。ピックアップといえばこのね、大きなメーカーのロゴがドーンと、真ん中にあるという感じなので、これだけでね、結構な雰囲気、出てる感じがします。次のページには、積載性能がね、載ってます。で、上級仕様の、Z グレードですと、もちろん仕事で、使われる方もね多いんですけど、レジャーでもね大いに、活躍できるモデルとなりますので、レジャーユースのね、まあ、荷物積んだ、状態の写真がね載ってます。やはりね、最大積載量が、まあ、500キロということもあって、結構な量の荷物が積めるようになっております。次のページには標準仕様の、X グレードの、仕事でのね使用状況が、載ってます。まあこういうね、まあ、丸太とかね、戦争とか、そういう重たいものもね、まあ、いっぱい積める積載性能の、高さが表現されております。まあ、デッキもですね、まあ、防水加工がしてあるので、雨にも風にも、錆にもね強い、頑丈なデッキということになっております。で、デッキの、まあ、オプションとしましては、トヨタオリジナルですと、ベッドライナーとか、あと、ゲートプロテクター、そして、ソフトオートのカバーが用意されております。で、後でね、紹介するんですけど、まあ、オリジナルのソフトオートのカバー以外にも、TRT からですね、ハードオートのカバーが用意されております。で、次のページでは、街中でのね様子が載っているわけなんですけど、迫力のある、外観ですので、街中でもね、結構、目立てる、存在ということになります。次のページでは、インパネ周りが、紹介されておりまして、インパネ周り、このような感じになっております。まあ、内装もね、高級感と、実用性を両立した、感じのデザインということになっております。で、車内空間がこのような感じになっております。まあ、大人5人がねしっかりゆったり、座れる、まあ、車内スペースが確保されております。で、2列目シートもね、跳ね上げたりとかもできますので、このスペースにも、荷物を積むことが、できます。
次のページでは、使い勝手の良さとか、便利な、機能についてが紹介されております。で、両側にはですね、格納式の、カップホルダーがね用意されてますし、と、インパネの、アッパーボックスの中にはですね、上級グレードにはエアコンの、送風機能がついてますので、軽く、ペットボトル、保冷できたりとか、そういうことも、できます。で、上級仕様が、オートエアコンとなってますし、あと、収納もね、ある程度、確保されております。で、乗り降りがしやすいように、アシストグリップもねついておりますし、上級仕様ですと、オプティトロンメーターが搭載されますので、メーターの視認性も、高い感じになっております。で、あと、ステアリングスイッチとかも、つきますし、と、上級仕様ですと、スマートキーに対応しております。次のページでは、走行性能がね、紹介されておりまして、もちろんねハイラックスですと、四駆モデルとなります。で、パートタイムの四駆システムが、搭載されておりまして、通常ですとね、肉モードで、走行して、で、雪道とかね、悪路を入った際に四駆のハイモードで、岩場とか、泥道とかに入った際に、四駆のローモードに切り替えることができるようになっております。で、エンジンがですね、2.4 リッターのディーゼルターボエンジンが搭載されております。トルク重視のね、ディーゼルエンジンということなので、四駆とのね相性も抜群ということになります。で、ミッションがですね、6速オートマということになります。で、シーケンシャルシステマチックにも、対応してますので、マニュアルモードでの操作もできるようになっております。状況に応じてね、エコモードとパワーモードを切り替えることができるようになっております。で、あと、車格が結構ね大きいんですけど、それでもね取り回しがしやすい感じになっているということです。次のページでも、続きが、載ってまして、上級仕様のね、Z グレードにはですね、リアデフロックが、標準装備と、なっております。あと、フレームとかねサスペンションも、かなりしっかりした、ものとなってますし、スリップ状態から、脱出するための、アクティブトラクションコントロールが、Z には、標準装備となっております。で、あと、悪路でのね、下り坂での走行をサポートしてくれる、ダウンヒルアシストコントロールも、上級仕様には、ついております。で、あと、坂道発進補助の、ヒルスタートアシストとかも、採用されてますし、ボディの、剛性も、高いですし、それでいて、車内のね静粛性も、高い車となっております。で、次のページでは安全性能についてが紹介されております。セーフティーセンスとかではないんですけど、プリクラッシュブレーキに、対応してますし、ミリ波レーダーと、単眼カメラの、2つのね目が搭載されてまして、自動ブレーキだったり車線逸脱防止の、レーンディパーチャーアラートだったり、急発進を、防止する、ドライブスタートコントロールだったりとかが、搭載されます。あと、姿勢補助の、VSC と、トラクションコントロールが、搭載されております。次のページでは、ライト周りがですね、上級仕様ですと、LED ヘッドランプが、もちろん搭載されております。で、あと、バックカメラも用意されてますし、補助ミラーもね、もちろん搭載されております。で、あと、急ブレーキの際に、後続に注意を促す、緊急ブレーキシグナルも搭載されております。で、グレードがですね、上級仕様の、Z で、標準仕様の X ということになっております。と、それぞれね、装備が、若干違う感じになっております。上級仕様のね Z ですと、LED ヘッドランプ、フォグランプが、搭載されますし、プリクラッシュセーフティーシステムも、搭載されます。
インパネもね、メッキの、アクセントがついてますし、オートエアコンだったり、あと、マルチインフォメーションディスプレイ付きの、メーターが、搭載されますし、ブルーズコントロールとかスマートエントリーにも、対応しております。で、もちろんね、専用のアルミが、搭載されます。で、標準の X グレードですと、ヘッドランプ、フォグランプが、ハロゲンタイプとなりますし、エアコンもですね、マニュアルエアコンとなりますし、スマートエントリーには、対応して、ません。あと、クルコンとかもつきませんし、Z についてた、安全装備とかも、省かれております。で、ボディカラーが、全5色用意されております。個人的なおすすめとしましては、やはり、上級仕様の Z が、おすすめです。で、次のページでは、使用所限表がね載ってます。で、燃費の方が、リッター 11.8kg ということになります。で、あと、T コネクトのナビとか、サポート用についてはね、紹介されてますし、隣のページでは、環境情報と、トヨタのね、関連企業やアフターサービスについてが紹介されております。で、裏表紙がこんな感じです。で、続きまして、ハイダックスのね、アクセサリーについて、見ていきたいと思います。で、1ページ目開きますと、トヨタオリジナルのオプションパーツ装着モデルが、こんな感じになります。トヨタのね、デカールだったり、あとは、ソフトトノカバーだったりがついております。隣のページでも、ユーティリティパッケージということで、前のページで映っていた、モデルが載ってます。で、隣では、ワイルドパッケージということで、フロントバンパープロテクターとか、あとは、トヨタデカールだったり、マフラーカッターがね、装着されるということになります。TRD からもね、いろいろパーツが出ておりまして、専用のね、フロントグリルだったり、あとバンパーカバーだったり、あと、フロントのね、アンダーカバーが用意されますし、あとサイドステップ、そしてこのね、スポーツバーと、TRD のね、ロゴのデカールも用意されます。あとですね、一番ね、個人的にいいなと思ったのが、このハードトノカバーとなります。電池式の、LED の、ライトが、付属してますので、夜間のね、荷物の、積み下ろしも、楽に行える感じが、します。トノカバー自体もですね、いくらか、丈夫そうな感じになっております。で、あとね、ダンパーもついてますので、開けた状態でね、保持することも、できます。で、あと、シルバーとガンメタの17インチのアルミも用意されております。と、TRD の、内装パーツとかですと、ドアハンドル、プロテクター、シフトノブ、オイルフィラーキャップ、そして、プッシュスタートスイッチが用意されております。で、インテリアパーツですと、専用のね、カーペットマットとか、ゴムマットとか、あと、LED バルブセットとか、エンジンスターターとか、あとヒートエプロンだったり、あと、バイザーとか、ナンバーフレームとか、盗難防止用の、ホイールナットとか、あと、ハンマーと、シートベルトカッターのセットとか、あと、三角表示板、そして、チェーンが、用意されております。次のページでは、サポート用2つの、パーツについてが紹介されております。これは、バンパープロテクターとか、腰周りをね、サポートするクッションとかと、グリップとか、回転クッションとか、あと、杖ホルダーとかですね、そういうのが、用意されております。で、その他にはね、専用のね、クッションとか、あと、シートベルトパッドとか、あと携帯トイレもね、用意されております。で、あとは、チャイルドシートもね、いろいろ用意されております。裏表紙にはですね、アロマ、ブライトの、キットとか、あと、灰皿が2種類、あと、
まあ、車載の防災セットが用意されております。で、あと、ワンちゃん用の、まあ、アイテムが、用意されております。はい、ということで、今回は、トヨタ新型ハイラックスについて、紹介しました。で、まあ、ハイラックスがね、復活したということで、この先ね、まあ、いろんなところで、この、ハイラックスを、見る機会が、増えてくるんじゃないかなと、思っております。で、いつかね、僕も、ハイラックス、試乗をしてみたいなと思っております。カタログの内容と、話の内容異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。また、ところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。このチャンネルなんですけど、不定期で動画の方、投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。 Twitter の方で、動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。で、ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。